東京電力が自社のガイドラインに違反し福島第一原発で外国人の技能実習生を働かせていたことが分かりました。東京電力は去年 福島第一原発で外国人技能実習生を働かせることは法務省が示している先進国の技術や知識を習得し母国に戻り広めるとする制度の趣旨に合わないとして働かせない方針を公表しました。 しかし、その後報道機関から指摘を受けて調査したところベトナム人など6人が技能実習生として原発から出たがれきなどを焼却する設備の建設作業を行っていたということです。